失礼いたします。通常国会150日間、ご指導誠にありがとうございました。ありがとうございました。代表が、はい、こんにちは。はい、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 ご苦労様です。どうですか。今日はね、山本太郎さんとも神谷さんともちゃんとご挨拶していろいろお世話になりましたと。神谷さん、ちょっとカメラ回ってるし言いにくいですけどね。あ、そうだ。まあまあ、でもなんかいろ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 ね、ありましたけど、つってまたよろしくお願いします。うん、こちらこちら。いや、最近神谷君、俺も終わったら必ず会釈しはるね、内部、はい、そう、もう、まあね、例の黒川君がいろいろとやったから。そうですね、だと思うわ。そうですね、もう多分神谷君の方に被害が行ってないから、もう、田島さん頑張りです、あとは頼みますよという、なんばかりの顔を。そうですね、頼みますよとは言われましたね。いや、いろいろもね、あ、そうですね。いや、多分その思いはあると思うわ。そうですね、で、俺と神谷君は昔は仲良かったんですよ。それは仲良かったと、別に そんな、だから黒川君がもうそもそもおかしくしたのは事実や。一緒に YouTube 出てる。いやいや、全然神谷君とそんな仲悪いわけじゃないので、同じ大阪やし、師匠が一緒やから。そういうところで、そうですね、まあ、そうは言っても賛成党への裁判はやめないけどね。それはそれ、あ、それはそれ、それはそれ、これはこれ。そうですね、はい、議場でもね、そうですもんね。はい、もう粛々と裁判は進めております。粛々と、はい、粛々といつも。あ、でも最近俺結構粛々してるよね。すごい粛々してます。どうもありがとうございました。ちなみに NHK をぶっ壊すは、ね、この感じですね。左足でこう入って、だいたいこれぐらいの角度、こうです。正しく NHK をぶっ壊す。これが合ってるバージョン。皆さんご一緒に。